の知る大使のいざなう調べを使う、うん、で選んだカードはダンデ、うん、バトルセンス、なるほど、バトルセンスを使うデデチェンジ、はい、手札にダンデが2枚、ちょっと待ってー、キングフリーズはダメージですか、ダメージは300、やっぱ2ポイント石井です、キバナップルだ、ダンディータだ、どちら様でございますか、ダンディータだ、久しぶりだな、ダンディータですね、いや、ポニータ君と会うのは初めて、初めてか、確かに、なんか前回ポニータ団の下っ端と対戦をしたっていう、そうだ、君のとこの下っ端と対決したよ、あ、ありがとうございます、うん、今日は一体何をしにまたこのスタジオにいらしたんですか、今日はダンデリザードンデッキを最新弾で強化してまたこのスタジオに遊びに来たんだ、キバナもね力を貸してるんだよな、そうだぜどちら様ですか、キバナップルです、キバナップルさんだったんですね、キバナップルです、前回言ったキバリカとは別人の方ですね、別人です、結構キャラ被ってるけどななるほどね、ダンデップルってのもいたな、ダンデップルみたいな、ちょっと頭混乱してきましたけども、今日は僕は逆になんか2対1で僕だけ普通なんですけど、うん、こういう感じでいいんですね、今日はまあ、ダンディータもポニータの下っ端が来ると思ってたんだが、うんうん、なんか目標なんか使う出来がね、うん、今日ライチューメカさんに来るのだったんですけど、エース版 V デッキなんですよ、はい、だからやっぱりあんまり下っ端っぽくないなってそしたら僕ファミリーポケモンカードゲームのエース版 V をね今日は使おうと思ってるんで、おう、ダンディリザードン倒しますよ、これは炎対炎で熱々の対決になりそうだな、そうだな絶対勝とう、じゃあ早速対戦をしていきましょう、お願いします、やります、最初はグー、ジャンケンポイ、何それちょっと、これもこっち、あ、違うで、ポイ、チョキってことそれ、これはほぼチョキだ、ポーズじゃん、ダンデのそれ、うん、はい、もう一回やるよ、はい、これダメだぞ、ジャンケンポイ成功だでは行きましょう、お願いします、お願いします、ボトルスタート、カビゴン、カビゴン、ストラゲ、なるほどね、こちらファイアロー V です、君はファイアロー V か、うん、では先行、1枚引く、ここは引いたんだ、チルッと、チルッとが入ってるんだ、チルッとを出す、これがいわゆる強化ポイントですね、強化ポイントだ、そして踊り鳥 CX を出す、おこのエネルギーを一影につける、うん、そしてここで食いだめだ、なるほどね、食いだめか、食いだめだ、これで番終わろう、 OK、 一応いきます、はい、こちらはエースバンブリティなので早め出していきたいんですが、先にポケギア 3.0 を使います、名前見てありません、残念、ませんキックボールで基本炎を取らせます、ボルケニアも加えていきます、ではボルケニア出しましてヒートボールエネルギーをボルケニアにつけて、うん、ジェルジェックスデテンジで保険に入れ替えとね、落としてダッシュして6枚、ここは、うん、さらにポケギア 3.0 を使います、うん、ではここはボスの指令を変えていきます、うん、ポケモン通信を使って UV を起動します、いこう、エース 1V、 エース 1V、 うん、かっこいいな君のエース 1V は、はい、こちらですね、ファミリーポケモンカードゲームのエース 1V なんでダメージが200出ています、つまりこちらのリザードンは一撃でやられてしまいそうだな、イエス、エース 1V をお願いします、逃がしまして、ボルケニア前に出て、フレアスターターで高校最初なので、うん、エネルギーが3個好きな矢につきます、後ろに3個つけちゃいましょう、うん、番も終わります、どうぞ、もう君の S1V は攻撃できるというわけか、そういうことですよ、さすがだな、一枚引くぞ、はい、人影よ、うん、もう一匹ベンチ、そして早速不思議な目でリザードンに進化だ、いきなり、いきなりチャンピオンタイムだ、早いぞ、レベルボール、うん、投げる、投げて捕まえてくるのはここで今回の強化ポイントだ、チルトリス、うん、なるほど、来たか、チルタリスを持ってくる、そしてチルタリスに進化、じゃあ炎エネルギーを一影につけよう、なるほど、じゃあここで博士の研究だ、おダンデリザードン、なるほど、うん、ダンデが早速、ダンデはね
1枚出しに出しに行きましたよ。7枚。はい。ここで今日のデッキのコンボだ。まずはチルタリスのイザナウ調べを使う。おイザナウ調べは自分の山札からサポート1枚選んでそれを山札の一番上に置くか置かこれで選んだカードはダンデ、うん、でダンデを山札の一番上に戻してここでバトルセンス。お、なるほど。自分の山札上から3枚見てその中からカード1枚選び残りのカードをトラッシュ。つまり1枚選んで加えて俺ダンデを確定でトラッシュできるでよ。なるほどな。チルタリスの膝の調べといいコンボだ。いいコンボだ。では一掛けをもう一匹ベンチに出して番は終わります。 OK 一枚します。はい、穴抜けの紐を使います。おお、穴抜けの紐か。カビゴンが毒が良い。カビゴンが溶かされて、うん、一掛けをバトルバリです。 OK、 こちらはファイヤーローがファイヤーロー V が前に出ます。うん、さらにボルケーノに火のエネルギーをつけましてファイヤーロー V に逃がして攻撃ボックスから110ダメージで倒します。おお、一掛けがやられてしまった。はい、それじゃ取る。じゃあここは逃げるエネルギーがないチルタリスを、はい、バトルバリ今引くぞ。ではまずレベルボール、はい、捕まえてくるのはかわいいかわいい俺のリザードだ。なるほど。ここで歯向けのないやつか。はい、じゃあレベルボールで捕まえてきたリザードに進化。うん、うん、ここで普通の釣り竿を使って普通の釣り竿で一掛けと炎エネルギーを釣ってくる。なるほど。そして山札に戻す。ここでリザードンに炎エネルギー、はい、タムケの前で僕の手元に来てくれたボスの指令だ。どこですか。エースバーン V だろ。倒されるもしかして。エースバーン V をボスの指令で呼び出して。まだ200しか出なくないでも。まだ200しか出ないんだ。これはポケモン通信を使う。はい、山田に戻すのは手札からチュッと、うん、チュッと戻して持ってくるのはデレンネ。デレンネ GX。 なるほど。デレンネ GX を持ってくる。ここでベンチを埋めてでもデンデンネ GX を使いたいわけはデレチェンジ。はい、手札にダンデが2枚。ちょっと待って、さすがダンディータ。もう300出るじゃん。なんとダンディータはもうダンデを4枚トラッシュに送ったということ。うわー、やばいぞこれは。そうだ、これはもうチャンピオンタイムだぞ。ちょっと本当にやばい。で6枚、うん、6枚引く。この番バトルセンスはあえて使わない、うん、なるほど、使わないのか、うん、ちょっとね、欲しいカードをトラッシュしてしまうリスクがあるので、うん、イザナウ調べだけ使う。なるほど、うん、イザナウ調べで博士の研究を、うん、博士の研究を上に戻してここでチルタリスを逃がしてリザードンのキングブレイザー。ダメージいくつか。ダメージは300。300チャンピオンファイ。やばい、さすが。これはでかい。さすがラディーだ。熱い戦いだな。きついぞ。ガイド2枚いただくぞ。はい、じゃあ1枚いきます。おー、いいの引いたぞ。でもここは巨大なコードを出しまして、お、さらにコードの効果でもしもしでトラッシュ、このエネルギーを2枚加えていきます。おー、ドリュー GX 出しまして、お、木製タムケの前で3枚引きます。なるほど、こうなったか。厄介なんかね、リザードの HP 170あるんで、うん、倒せるかどうか分かんないんですよ。無限の翼は160なんで、これはマジで厄介。ただ行くしかない。ここはもう溶接工で炎で2枚をファイヤーロー V に付けて3枚引きます。それでこそポニータ君だ。あー、あるな、これは。うん、クイックボール使ってポケギア 3.0 出します、うん、ここはエース 1V を出しておきまして、うん、また使います。さらにここでクイックボールを使ってリストさんと出します。思いますが、これ出すのはね、ガラレジグザグマです。おお、出します。特性感触ヘッドリザードが向かい1個置きまして、うん、ここで技使います。グレンの翼160ダメージで、160ダメージ、はい、トラッシュ気絶。ちょうど170でリザードンが気絶が、はい、
採用されます。お見事だな、ポニータくん。いい感じよ。やるな。さすがこのチャンネルの伝道師だな。ではチルタリスをバトル場に。はい。一枚引くぞ。巨大なかまどから入るミュウをトラッシュ。このエネルギーを2枚手札に。歯向けの眉を使う。はい。3枚。ここでクイックボール、巨大なかまどをトラッシュ。はい。捕まえてくるのはかわいいかわいいかわいい人影だ。いやー、でもさっきリセットスタンプ使ってみてたな。そう、リセットスタンプもトラッシュしたからな。まだ使います。そして人影を出します。はい。さらにポケモン通信、戻す、山札に戻すのはリザード。はい。リザードを戻して寄せてくるのはリザードン。なるほど。はい、でまだ使います。はい。リザードンを手札に加えてそのまま進化。だぞリザードン。溶接光を使う。このエネルギー2枚は人影。なるほど。そしてリザードンにこのエネルギーを手札から貼る。じゃあここでイザナウ調べよう。使う。イザナウ調べでこちらを山札、これシャッフル。で、博士の研究、山札の一番上に戻して、で、チルタです、戻ってこい。行け、リザードン。来たー。キングブレイズだ。はい、300ですね。300ダメージ。はい、山札です。絶だ、2枚いただくぞ。いや、ちょっと後がないな。うん、ここはゴール権にお願いします。うん、1枚引きます。なるほど。行け。で、ここで、巨大物を使ってトラッシュします。お、タフネスマント。はい、トラッシュしたな、僕のマント。マントをトラッシュ。炎を2枚。じゃあここで歯抜けの前に使います。うん。おー、溶接を使います。うん。エースワンクイーンに炎エネルギー2枚つけて3枚引きます。うん、いい感じいい感じ。ここは本決勝使いまして、このエネルギー3枚を増えてきます。うん。S1V にこのエネルギーをつけまして逃げます。うん。このエネルギー2枚をフラッシュして S1V を前に出して行きましょう。はい。S1V アクセル進化。おお、これなら耐えられるはず。リザードにね、進化されたらリザードを調べるより負けそうなんで、進化されることによって Z さん。おお、これはきついな。これはきついな。うん、オッケー。これ止まってほしい。マリーの対策はね、リザードン調べでしていたんだけど、リセットスタンプはさすがに対策できない。よしよしよし。なるほど。なるほど。こういう感じか。はい。ここで、大火炎玉、170ダメージプラス火傷。うん。170ダメージで、ザードン倒れる。はい、キーズです。はい、一応なります。はい、ではまたチルトリスをバトル場に。このネックなのがね、人影がリザードに進化しちゃうと、うん、リザードの調べでボスの指令持ってこられて、うん、倒されて負けちゃうんですよ。そうだな。うん、でもダンディータとしてはエース版 VMAX を倒したい気持ちもあるんだよ。おお、なるほど。リザード300までしかダメージが出ないが、うん、ダンデをどうにか持ってこれれば、この今トラッシュにある状態から持ってこれれば330。確かに私らが食いてもあるもんね。うん、やだな、ちょっと確かにそれは。こう狙っていきたいなと思います。はい、一枚引きます。巨大なかまどを使う。はい、クイックボールをフラッシュ。うん。炎エネルギー1枚だけ手札に加える。ではここでシャッフル。ここで次のタムケの前でキーカードを狙いに行くぞ。なるほど。ストップ。はい、ではここでタムケの前を使わせてもらう。うん。3枚。運命のタムケの前だ。頼む頼む。三枚。うん。進化した進化した。これで勝利の方程式は揃ったぞ。いい。ボニータ君。不思議な雨。リザードンに進化。おお、マジか。サポートあるのか。さらに到達手帳だ。
なるほど。友達停車場でランデを1枚山札に戻します。ここでチルタリスのランデを調べました。はい。でここで先ほど戻したランデを山札の上に戻す。そしてここでチルタリス逃がしてウィザードンバトル場へ。ここでバトルセンスを使います。バトルセンスで3枚。そしてここにいるカードを加えて残り2枚をトラッシュ。バトルセンスで持ってきたカードはダンデだ。やー、回してもらう。これでダンデとリザードンのキングフレイズで30-30気絶しました。絶対ガイドを2枚取って勝利。おめでとうございます。チャンピオンタイムだ。チャンピオンタイムだ。チャンピオン強かったな。いや、ポニータ君も強かったよ。いや、チルタリスの特性とリザードンのバトルセンスの組み合わせが強かったですね、うん、そうだな、それでダンデをトラッシュに送ることもできるし、うん、ダンデを持ってきて使うこともできる、うん、やばかった、なかなか強いデッキでした、確かに。これがチャンピオンダンディータのデッキだ。ちなみに、キバナ入ってるって噂を聞いたんですけれど、キバナを使えるなというタイミングがあったんだが、うん、溶接工のがこの場面では良かったので溶接工にしました。あれちょっと使ってくれよ。キバナを使うとエネルギーもつけられるし、うん、リザードンとか不思議な目みたいな大切なカードを加えることもできるから、うん、使ってほしかったぜ。使いたかったぜ。やっぱりキバナとダンデを使いたいからな、うん、いや面白かったですね。僕はですね、今回エース版 V 使ったんですけど、ファミリーポケモンカードゲームのね、ブレイズキック210ってやつだったんで、本当はこのエース版 V に、タフエースマントと、ヒートホのエネルギーとかね、つけて、うん、HP を290とかね、310とかに上げていって、うん、ブレイズキックをね、どんどん使っていくっていう動きをしたかったんですけど、ほう。一回もできなかったですね。ちょっとダンディータのダンデーが4枚トラッシュに行くのが早すぎたな。うん、そうですね。うん。うん、はい、というわけで今回ね、ダンディータさんとキバナップルさんにお越しいただきました。うん、ありがとう、楽しかった、楽しかったな、ぜひね、またスタジオにね、遊びに来てほしいです。うん、また熱い戦いを繰り広げよう、うん、おー、嬉しい、うん、今日の対戦が面白かった人は高評価とチャンネル登録もしてくれよな。うん、というわけで皆さん、また次回、バイバイ、バイバイ、チャンピオンタイム。